4月22日月曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。こちら謙虚さです。慣れてくると出やすいのが傲慢さだったりしますね。時々は自分が、謙虚な気持ちを忘れてないかっていうセルフチェックをしてみてください。で、謙虚さを持つことによってね、やっぱり周りとのコミュニケーションっていうのはスムーズにいくと思います。それではまた。